して Dreary Sky 君は知ってる、もうこの世界にさよならの時が来たんだ。新しい世界が動き出す時、僕が手を伸ばすから迷わず僕の手を握って、 Don't worry 絶対君の両手離さない。時刻は4時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライフをお届けします。この番組は心と体も健康で元気な生活を送れるよう、健康に関する情報発信や健診率の向上を高めていくことを目的とした番組です。お相手は FM ギノワン神田珠希です。ギノワン市では全ての市民が心身ともに生き生きと暮らせる街を目指して、健康ギノワン21を平成16年から策定しました。そこで FM ギノワンでもラジオを通して市民やリスナーの皆様に健康になってもらおうと、この番組がスタートしました。この番組では健康に関する疑問や質問、ご意見などメッセージを募集しています。メッセージの宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャス、そしてサイマルラジオでネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。サイマルラジオではパソコンがあれば全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM ギノワンホームページからリンクをクリックすると再生されますので、そちらもお楽しみください。それでは続いてはギノワン市からの情報をお届けします。から健康情報番組生き生きライフをお届けしています。まずはここでギノワン市からの情報をお届けします。男性料理教室参加者募集。料理作りにチャレンジしてみようという男性を対象に、基本的な料理の仕方や手間をかけず簡単に美味しく作れる料理実習を行います。日程は7月2日、7月9日、7月16日、7月23日の全4回です。時間は午前10時から午後1時までとなっています。場所は宜野湾市保健相談センター。対象は宜野湾市在住の男性です。参加費は全4回で1000円。持参するものはエプロン三角巾です。定員は16名で、定員に達し次第締め切らせていただきます。申し込み期間は6月28日火曜日までの午前9時から午後5時までです。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお電話ください。続いて特定健診のご案内です。特定健診を集団健診で気軽に安く受けたい方は、集団健診の日程を確認し電話で予約してください。
予約先は保健相談センターです。病院で個別検診や人間ドックを受けたい方は、検診実施医療機関を確認し、電話で予約してください。予約先は各医療機関です。7月、8月の集団検診のお知らせです。7月20日水曜日、前原区公民館で集団検診が行われます。また宜野湾市役所では、7月31日日曜日、8月20日土曜日、8月21日日曜日の全3回行われます。受付時間は午前8時から午前10時30分まで。お電話での予約は保健相談センター 898-5583 までご連絡ください。2週間前までにお申し込みするようによろしくお願いします。続いてのお知らせです。健康も楽しい食事もいい歯から。宜野湾市では3歳児で虫歯を持つ子どもの割合が 26.4% と、全国の 17.9% と比べて高い状況です。乳歯は永久歯よりも虫歯になりやすく、家族の方の仕上げ磨きが必要です。また大人では歯周病で歯を失う人が多くなっています。家族みんなでお口や歯の健康を守るために、日頃から丁寧な歯磨きと定期的な歯科検診を受けましょう。続いてのお知らせです。眼中広場のお知らせです。肩の力を抜いて暮らしてみませんか。専門スタッフの指導のもと、ワイワイ楽しい仲間たちと一緒に姿勢や動作を整えましょう。肩こり、腰痛、膝痛でお困りのあなたをお待ちしています。毎週金曜日午前10時から正午まで、赤道老人福祉センターで眼中広場が開かれています。対象は市内在住の65歳以上の方。受講料は無料です。申し込みも不要です。お問い合わせは介護長寿課内線206番までご連絡ください。最後に、後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ。7月は保険証切り替えの時期です。後期高齢者医療費、失礼しました、後期高齢者医療被保険者証の有効期限が切り替わります。新しい被保険者証は7月下旬までに市役所から郵送または窓口などで交付します。保険証が届いたら、住所、氏名、一部負担金の割合を確認して、8月からは医療機関の窓口に新しい保険証を提示してください。以上、宜野湾市法健康福祉だよりよりお伝えいたしました。
時刻は4時11分を回っています。この時間は FM ギノワンより健康情報番組いきいきライフをお届けしています。本来ならばゲストさんを交えてお話しするコーナーなんですけれども、今日はちょっとゲストさんがいらっしゃらないので、私がまた、今月は6月ということで、校内環境についていろいろお話をしていきたいと思います。今日はですね、先ほど宜野湾市報の健康福祉だよりの中にもありましたようにとですね、大人は歯周病で歯を失う人が多くなっていますということで、またちょっと先週も歯周病についてお話ししたんですけど、歯周病についてまたお話ししたいのと、あと口の中で大事な機能ということで、舌ベロについてお伝えしたいと思います。ではまず、歯周病の知っておきたい5つの疑問ということでですね、5つの疑問がちょっとあるんですけれども、インターネットの方からちょっと検索してみたんですけれども、皆さん歯周病ってなんかすごい大きい定義でちょっとどういったものなのかというのをちょっと理解しにくいかと思うんですけれども、まあいろいろ歯周病の中にもいろんな症状があってですね、ちょっとこの疑問を読んでいく中で、いろいろ歯周病について、はい、理解を深めていただけたらいいなと思います。まずですね、歯茎というものが実際何なのかということでお届けしたいんですけれども、歯茎とはですね、歯茎もちょっと歯茎がなんと再生するのかしないのかということなんですよ。歯周病っていうのはだいたい歯の問題ではなくて歯茎の何か問題なんですけれども、ちょっと腫れたり歯茎が下がってきたり膿が出るという、まあ、症状がいろいろありまして、それを総称して歯周病というふうに言っています。でですね、この歯茎がですね、もう歯茎がこう下がるっていうのが、まあ、年齢とともに下がってきたりとかっていうのもあるんですけれども、この歯茎が下がりすぎてしまうと歯がグラグラして歯が抜けたりということがあるので、このまず歯茎が下がってしまう、歯周病の影響で歯茎が下がってそうしまうことをどう予防するのかというより、ちょっとね、私が気になったのは、下がってしまったものはまず元に戻るのかっていうのが気になりまして、これを調べてみましたところ、全体的に下がってしまった歯茎は戻すことができないそうなのです。はい。しかしちょっと部分的に下がってしまった歯茎は他のところの歯茎からちょっと移動させることによって戻すことができます。また部分的に溶けてしまった骨は人工の骨や骨を再生させる薬を使って、はい、再生、回復させる方法があるようです。そう、ということで、この歯茎がちょっと下がってきたなぁと感じたときに、どう対処するか、どれくらいの、まあ、結構早い段階で、歯茎が下がってきたなとか、最近ちょっと歯茎にこう張りがないなっていう風に思ったら、その時は結構早い段階でそういう風に思った時は、ちょっとブラッシング、歯ブラシで歯茎もちょっとマッサージしてあげると、またちょっと血流も良くなって戻ってくるというお話もあるんですけれども、結構進んでしまって、歯がちょっとグラグラしてきたという風な時になってしまうと、
もうですね、実はちょっと、まあ、整形外科とか歯医者さんに行って別の歯茎の部分からそのグラグラしている歯を支える歯茎のところにその歯肉を持ってきて縫い付けるというような、まあ、作業をしないと歯茎は元にはならないそうです。そうですね、ツイキャスの方でタンタンさんから歯周病って治るの？というふうにコメントが来てるんですけども、そうなんですよ、この歯周病のですね、そもそも歯周病は治るのかというような質問もありまして、それはですね、全ては治せないというのが、まあ、現状です。しかも、自分でより丁寧に歯磨きをしたら治るとかいうのは、まあ、ほとんどないと思っていただいた方がいいみたいですね。歯周病の進行がそれほど進んでいなければ骨を再生させることによって歯周病を治すことができます。しかし重度に進行した歯周病は治すことができないため、そのまま自然に抜けるのを待つか抜歯をする必要があります。そういうことなんですよ。なので本当に歯周病って普段虫歯はね治せるんですけど、歯周病もまたちょっと治しづらい、治しにくい、自分では なかなか治せることができなくて、で病院とかに行ってもこの骨を、まあ、再生させるちょっと薬を使ったりだとか他の部分から骨を持ってくるっていうようなことをしないと、まあ、治らない病気と言われているそうです。そしてですね、歯周病と歯肉炎っていう言葉もよく一緒にこう聞くと思うんですけど、歯周病と歯肉炎、これどう違うのかという話なんですけれども、歯肉炎は歯茎の中の骨は溶けていないが歯茎だけが腫れている状態らしいです。10代のうちは体の抵抗力が強いために歯を支えている骨まで溶け出さずに歯茎だけが腫れていることが多いです。そのため歯茎だけに病気がある状態を歯肉炎と言います。なので歯周病は先ほどちょっと骨の話をしてるんですけど、歯周病は歯茎も腫れていて、そしてこの歯を支えているまた歯茎の中にある骨もちょっと弱くなっている、溶けている状態だそうです。そしてですね、まあ、ちょっと今この疑問がいろいろあって歯周病治らない、治りにくいということで不安に思われる方もいらっしゃると思うので、歯周病になったらどうすればいいのかということですね。まず最初ですが、自分の現状を知る。歯周病は腫れや痛みなどの症状ができにくい病気です。こういう腫れとか痛み、また出血などが出た頃にはかなり病状が進行しているそうです。なので歯医者さんで歯周病の検査をして自分の歯周病の状態を知っておくことで今後起きる出来事が予測されますと。ですね、そして部分的に進行してしまった歯周病は骨を外科的に作る。で先ほど言ったように歯周病というのはですね、この歯肉、歯茎だけじゃなくその歯茎の中にある歯を支えている骨もちょっと溶けてしまっている状態なので、まずこの骨を作る、回復させるという、まあ、ちょっと手術を行わないといけないそうですね。これはでも部分的に進行している場合はこのような骨をちょっと作って補強するということで、もしかすると、まあ、この歯が抜けてしまうだとか今後進んでいくということが抑えられるかもしれない。そして重度に進行してしまった歯周病は抜歯が必要になることもある。重度に進行してしまった歯周病の歯は周りの歯の骨をも溶かしてしまうことがあります。他の歯に悪い影響が出るようであれば早めに抜歯をした方がいい場合もありますと。はい、
そういうことですね。そして歯周病の治療を行うには最低でも3ヶ月から6ヶ月かかります。長い方は1年以上その後のメンテナンスも必要ですと。歯周病を予防ししっかり治すには費用も時間も継続性も必要なのです、はい、ということです。歯周病治療の主役は、本人と歯科衛生士ということで、まあ、本当に歯周病はですねちょっとかかってしまうと、なんだろう、もうこの歯医者さんに行って結構なちょっと手術でもないですけど骨を新しくちょっと作ったりもう抜歯してしまったりというふうにちょっと大掛かりなことになってしまうので、まあ一番は自分で毎日この鏡を見ながら歯茎の状態も見ながら歯の状態も見ながら歯磨きをするのが一番いいんですけれども、ちょっと最近歯茎下がってきたかなとか、なんか血が出やすいなっていう風にちょっとでもなんか不安に思うことがあったら歯医者さんに行って歯科衛生士さんに相談するというように早めの対策をとっていただきたいなと思います。はい、ちょっとね歯茎が下がってるだけでもなんか年齢もちょっと上に見られてしまうっていうようななんかこともあるみたいなので、歯茎の健康もしっかり守っていきたいですねということです。そしてちょっと歯茎の話をこういろいろさせていただいたんですけれども、次はですねこの舌のお話をちょっとだけしたいと思います。舌はですねなんか舌苔って言って歯のなんだっけ食べかすとかそういう汚れがたまりやすくなるんですけど、それはですねそれをなんか見ることによってこの体の健康状態がちょっとわかるみたいなんですよ。でですねこの舌苔ができる原因が唾液が少ないこととか舌の運動の機能の低下があるとか、ね、こうなと鉄分の体の中の鉄分が少ないとき鉄分不足になっているときとかそういうときにちょっとできやすくなるようですね。はい、またですねこちら舌最近よくこの舌ブラシというのが売ってまして、なんか通常の歯ブラシで舌をゴシゴシ磨いてしまうと余計この舌苔がつきやすくなってしまうんですよ。そうすると歯の表面がまた傷ついてつきやすくなってしまうので、この舌ブラシを使って、はい、ケアするようにしてください。そして舌ブラシは1日1回朝起きた時にやるだけが一番有効だそうです。ということで時間もちょっと少なくなってきたので、あまり舌の話はできなかったんですけど、この舌の状況を見ることによって健康な状態、自分が健康な状態なのかということもいろいろですねこの見ることができるみたいなので、ちょっとインターネットや本とかで検索調べていただいて、はい、ビーと下ベロを出しながら比較していただき、していただいてみたいなとしてもらいたいなと思います。はい、ということで本日も30分間お付き合いいただきありがとうございます。この番組はですね心と体も健康な生活を送れるように健康に関する情報を発信していく番組です。皆様からの健康に関する疑問や質問も受け付けておりますので、何かありましたらぜひ FM 技能湾まで質問疑問をお寄せください。来週もちょっとですね歯医者さんをお呼びしてお話を伺っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。